大山に来たこんにちは、チームカシムーンのわさびです。あずきです。素敵な紅葉が見たくなって神奈川県の大山に来ちゃったよ。丹沢大山といえば、神奈川県で一番人気の標高1252メートルの山で、パワースポット巡りや紅葉散策におすすめなんだよ。低山なんだけど、マジで登山しようとするとかなりの急勾配でハードなんだ。だから山頂まで行かない人も多いんだよ。なぜなら人気の紅葉スポットは、中腹のお寺にあるんだ。ケーブルカーでその大山寺と次の神社まで行って降りてくる人もいるし、山頂まで行きたければ行けるし、自分でルートを選べるのも魅力だよね。さて、小田急線伊勢原駅からバスに乗って30分終点の大山ケーブルで下車。お土産物屋が並ぶ駒山道を歩いてケーブルカー乗り場まで徒歩15分ぐらいだけど、ずっと上り坂と階段を歩くしかないから、足腰弱い人は要注意だよ。お土産は帰りに買おうかしら。ちなみに大山は豆腐系お土産が人気だよ。さて、やっと大山ケーブル駅に到着。はぁ、平日でも混んでるな。今日は紅葉メインで来たから、まずは一番の名所の大山寺で降りるよ。あっという間に着いた大山寺駅。やったー、もみじもみじー。いやー、楽しみだね。見頃を狙ってきたからきっと素敵だよ。いざ大山寺までレッツゴー。もみじもみじー、見て見て、なんか見えてきたよ。お、なんやこれ、めっちゃ綺麗やないかい。やったー、紅葉、もみじー。夜はライトアップで幻想的になるらしいけど、やっぱり太陽の下のもみじは最高だね。大山寺への参道の階段両脇に、お地蔵さんと連なるもみじー、ここが一番のスポットだよ。あ、どうも、お邪魔しますー。いや、ここでちょっと、豆知識。大山寺は、神奈川から遠く離れたなら、東大寺の初代住職であった老弁家、時の天皇、聖武天皇の直眼寺とするため、755年に開山したんだって。大山寺開山以前も、大山は山岳信仰の拠点として長く信仰の場とされてきたんだよ。紅葉見ながら食べる団子、うまぁ。あ、赤の宝石箱やー。山の中で自然にある紅葉が魅力的で好きなんだけど、こういうところも別の風情があっていいよね。いや、しかし、本当に紅葉のシーズンにドンピシャで行くのって難しいよね。混んでると楽しめないし、何週間前から申し込む旅行だと、天気も含めて外すことも多いからね。なので僕は、毎日紅葉情報とにらめっこして、行くタイミングを狙ってたんだ。落ち葉持って帰ろうかな。ケーブル駅に戻る途中には、平和大観音。お、なんじゃこやー。平和大観音は11面観世音菩薩で、世界平和を祈り建立されたんだって。平和が一番だね。さてさて、紅葉派堪能したけど、ケーブルカーでもう一つ先の阿夫利神社まで。お、こちらもなかなかの紅葉、売店やお食事どころ、おしゃれなカフェもあるよ。か、階段すご。天気いいな。はあはあ。本社までは長い階段を登って、阿夫利神社に到着。本当に階段多いんだよね。でも登りきると、相模湾の眺望が堪能できるよ。無事帰る。ここで休憩したりお参りして帰る人と、本格的に登山する人に分かれるんだ。今日は、頂上までゆく登山ルートではなく、
逆方向から三原市街まで行って戻ってくるルートで行くよ。時間も短くて済むし、このルートは比較的勾配が少なくて歩きやすいんだ。では、行ってきます。森林浴と紅葉を楽しみながら行けるから楽しいね。あ、こんにちは。はあはあ。とはいえ、傾斜は激しいから、足を滑らさないように行かないとね。二重の滝。上に登るにつれて、風がどんどん強くなってきたよ。山の天気ってのは本当にわからないよね。さて、そろそろ三原市街に着くよ。着いたよ、ここが三原市街。ここでみんなお昼を食べたり、景観を楽しんだりしてるよ。お？素晴らしいね。いやー、やっぱり、山の景観は癒されるよねー。僕たちコンクリートジャングルで暮らしてるからなおさらねー。上の方は紅葉もだいぶ終わってる感じだね。そろそろ冬ですねー。さて、今日の目的はほぼ達成。ちょっと疲れたので、阿夫利神社駅の茶屋で。まったりー。いやー、紅葉と自然を満喫しちゃったね。帰りはまた、ケーブルカーに乗ってもいいし、足腰に余裕があれば、歩いて降りてもいいよねー。まあ、僕たちは楽に行っちゃうけどねー。帰りの楽しみはなんといっても、駒山道で、お土産の物色だよねー。ここならではのものを見つけたいね。な、何を買おうかなー。大根でか、そして安。ということで、本日は、神奈川丹沢の大山に紅葉を見に行ってきたよ。今度は夜に行ってライトアップも楽しみたいね。歯磨けよー。